はい、どうも皆さんこんにちは。で今回ですね、戦闘中やっていきたいと思います。前回は江戸の村をやったと思うんですけど、今回はね、古代の森をやっていきたいと思います。まあ、なんか超戦闘中の地底洞窟的な感じだと思うんですよね。で、新キャラがロドリゲス。で、やばいね。ボールの速さ3で、ボールの距離3。足の速さ3か。で、おすすめアイテム、ヘルメット、スピード、シューズ。で、特徴が、巨大樹のある神秘の森。まあ、特徴ではないか。雲の巣、雲か。雲かなり苦手なんだよね。触ると気絶ね。オッケー。じゃあやってこう。やばいな、雲か。さあ始めていこう。イニシエの森。イニシエの森？15人のプレイヤーたちが集められた。あれ古代の森じゃなかったっけ？これよりまあ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 。まあどんどんなんかキャラが集まってきてるよね。さあ始めよう。いや、いけるかな。さあさあさあ。あ、だけど、あ、ここ武器屋っぽいね。てか、なんか落ちてる、これ。何これ。これは何でもないか。いやー、始まるか。もう敵がもう近くにいるから、倒すことができれば倒したいけどね。この人倒したいよね。倒す？倒せるんじゃない？ナイスー！あ、GIJ。あー、GIJ か。まあ、だけど、ここら辺をまず倒していきたいな。メグさんかな、これは。まあ、メグちゃんか。だけど、このメグちゃんってさ、疲れないのかな。やっぱり、超戦闘中のリスみたいな存在っぽいね。ちょっと、ここら、やばい。これだ。問題。おお、避けることができた。だけど、なんかさ、強そうに見えて、でかいから結構当てやすいんじゃないかな。ワンチャンね。え、ほら、え、これ避けるか。すごいな。うわぁ、巨大雲を撃退。これめちゃくちゃ嫌なんだよな。毒液、うわ、やば。意外に結構遠いところだ。いやだけど、できたらこの人倒したいな。倒せないかな。倒せそう。なんだけど。結構逃げるな。なんかさっきと同じデジャブかな、これは。まあいいや、ちょっとね、ミッションやりに行くか。じゃあ GIJ。 え、これここ行ける。何ここ。え、やば。え、なんかあれ、忍びフィギュアゲットしたんだけど。うわー、とうとう来たか。本当に嫌なんだよな。で、毒液ってどういうこと。うわ、やばくないか。うお、え、これ当たるとどうなる。よし、これ当てたよ。で、毒液がよくわかんないけど。あー、そういうことね。あ、だけど、言うてそんなだね。そんなというか、まあ、なんか5秒ぐらい。よし、まあ、まずもう2回、もう、まあ、2回ぐらい当てといて。で、3回目。で、5回かな。あ、いや、3回か。オッケーオッケーオッケー。プレイヤーの攻撃によって巨大雲が、意外にそんななんかあれだね、難しいわけではないね。ミッションクリア。おお、忍びフィギュアね。ナイス。で、これは何、バックシールド。今回初めてだね。てか、このその戦闘中が始まってから初めてなんかバックシールドみたいなのをゲットしたね。で、ちょっとここの、武器屋、何言ってるかちょっと見たいね。あー、まあまあ、いつも通りのことか。結構なんか、どのステージも、バトルシューター売ってるっぽいね。で、ここ、おお、なんかあった。いいね。ナイス。まあ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 、この人ちょっと倒しに行きたいね。いけるね。オッケー、危なかったね。避けるところだったから。てか、これもなんかいけそう。ナイス。で、忍びフィギュアも好調だったから、まあ、取っといて。で、あとね、ここ最近ちょっとね、しっかり動画がね、撮れてないプラス、あんまり取り組めてない感じなんですよね。いや、だからもうちょっとしたらね、落ち着くと思うので、なのでちょっとね、もっと力が入れられると思うんだけどね。
来週とか再来週ぐらいからかな、できるとしたらね。この人はなんだ名前なんかもう顔が似すぎてさ、淀原清だっけと淀原源氏だっけ、だけどどっちもなんか似てるからね、なんか特徴をつかみたいね。ここなんかありそう、忍びフィル、あ、ないないか。で、あと意外にあと5分だ、あれてか思ったけど、ミッションってさ、そんなない感じ、なんかもう終わった気がするけど、まあそのぐらいか、やっぱそんなないっぽいね。これいけるんじゃない、あ、いけたね、オッケー。で、残り8人って思ったけどさ、意外にまだ全然いるね。闘技場か、そういえばこのイベントを忘れてた、確かに闘技場をオープンしてなかったね。まあここにはだけどさ、このマップあれがあるんじゃないかな、なかったっけ、その忍び、簡単にもらえる忍び、簡単というかまあ無料でもらえる忍びだね、あればいいんだけど、まあ、そうはいかないか。これいけるんじゃない、おお、ありがとう、そっち側行ってくれて。で、なんとなく闘技場に来るというね。お、バトルアイテム、まだあったのか、イベント。おお、これは多分ね、思うんだけど、これ、バトルシューターじゃないかな。え、だって、バックシールドはもうゲットしたからさ、いらなくないか。いらなくないかというか、その、もう、持てないからね、バトル、なんか、バックシールドとか。お、避ける。強い。ちょっとこのミグちゃんがちょっと厄介かもしれない。まあだけど、まあまずはこれ、何これ、神秘の水を手に入れろ、神秘の水を手に入れろね、オッケー。だけどその前にこの人倒したいな、いけ、オッケー。じゃあね、神秘の水を手に入れに行くか。ちょっとミグちゃん倒せたらラッキーだけど、なんか倒せた、ナイス、いいね。で、ちょっとね、こっち側に、あるんだよね。あったあったあった。で、なんだ？タイムセール？アイテム入荷か。なんか、他にアイテムあったか？巨大樹に向かえ。なんかここ意外に厄介だね。これ、結構一周しない。お、なんかあった！ナイス。で、残り4人で3分40秒か。やばいな。あー、敵いるね。倒したいけど、まずはちょっとこれ持っていきたいな。で、一応もうこれ持ってきたけど、これでどうなるかな？まあまあまあ、これはちょっとイベントだから。で、これでバトルシューターかな？それともホーミングシューター？いやー、ホーミングシューターだったらありがたいけどね。バトルアイテムを手に入れろ。バトルアイテムね、オッケー。で、ちょうど、バトルボール？この普通のボールのことだよね。え、まさかのそれか。まさか全部そう。お、やっぱそうだ。バトルシューターね。OK。よし。来た来た来た。よかったよかった。で、ちょうど敵がね、見えたんだよね。いた。なにこれ。おお、ナイス。え、なんか、いつの間にこっち行った？確か僕ボールそっち側に投げたから取るんじゃないかな。あ、やっぱね。いやー、これ避けるか。オッケー。やっぱなんかボールをなんか上げるときに当てればなんか避けないね、本当に。で、ちょっとね、時間、あ、こっちにもあるんだ。何があるかちょっと見たいね。で、あと2分だから意外にやばいんだよね。なんだろう。あー、バトルボールね。意外にちょっとやばいぞ。1分50秒で敵が見当たらない。あ、いた。オッケー。ナイス。やばいな。残り2人だけど、残り2人って言っても、自分含めてだからあと1人だね。で、ちょうどいたから。お？ロドリゲス、誰か倒したっけ？僕だっけ？まあいいや。あ、今のいけたな。なに？これ当たんないか。普通に時間的にやばいんだよな。
よし、ジェジェイ勝利。まあ、450万で12人か。ってことは1人誰かにやられたってことかな。確か14人だから僕入れてね。あれ、そんなつまんなかったね。4個か。で、次回はマグマ。あー、雪原火山ってなんかあれじゃなかったっけ。そう、マサイ族きたーす。これがね、一番印象に残ってる戦闘中は。はい、ということで一応今回はですね、あの古代の森をやったんですけど、次回は雪原火山やっていきたいと思います。ってことは残りはこれ 1,2,3,4,4 つぐらいか。まあ結構終わりには近いね。ってことで終わりたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少し良かったらぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで